質問コーナーということでね、事前にいろんな出演をこう、いろんな質問をね募集させていただきましたので、そこから引いてねどん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 質問に答えていっていこうかなと思います。まあ最近知ってくださった方も多いと思いますし、いつも応援してくれてるバディーズカラズのみんなもね、より僕のことを知ってもらえたらなと思うので、どん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 質問に答えていきたいと思います。まず1問目、ヒロアカの推しは誰ですか？私はエンデバーですとのことです。ヒロアカの推しか、ミリオ、ミリオ、ミリオのね、助けるシーンめちゃくちゃかっこいいんですよ。もう久しく見てないからあんまり詳細までは覚えてないんだけど、あの正義感が強い感じというか責任感が強くてね、自分の身を犠牲にして子供を助ける姿がすごくかっこよくて、あのミリオが好きです。はい、じゃあ次いきます。こちら、髪確かに大きいね。こちらです。ジュダルちゃんとしての歌唱で意識してることはありますか？ジュダルちゃんとしての歌唱として、でもなんか気持ちのままこう歌うっていうのは大事にしてるかもしれないですね。そのなんていうんだろうな、そのジュダルという役を通して歌うで、このお芝居だったりこうストーリーだったりの流れがあった中でその気持ちをこう歌うということで、まあ意識してるところで言うと、こう歌わずにこう、話す感じと言ったら大げさだけど、でもなんかこう気持ちを優先して出てくる音っていうところにすごく、意識してるかもしれないですね。いつも ありがとうございますありがとうございます、嬉しい。なんかそのそう、結局ジュダルってさ、まあ今のバルバット編までは終わるとこう悪役っぽい感じというかあれなんだけど、根っからの悪っていうか、ただ純粋に自分が強いって思ってて、マギに対してマギであることに対してプライドがあって、で初めて自分以外のマギをこう見て、初めてというかこうマギを見て、でこうじゃあ力試しじゃないけど遊ぼうぜっていう、お前より俺の方が強いからっていう、その純粋な気持ちみたいなものをこう歌詞を通して表現できたらなっていうのはすごく考えてるかな。だから意外とそのなんていうの、稽古場とかでもまあそうだし、本番期間中もそうなんですけど、ニュアンスとか歌い方っていうのはあんまりこう考えてないというか固めてないです。 歌中でその日の気持ちでその日の歌でいいかなっていうスタンスだから、まあ、前後のお芝居とか運び方もあるだろうし、だからすごく、その日にしかない歌になってるかなと思います。はいじゃあ次こちらです。バイクで行ってみたいところは、バイクで行ってみたいところが、この間ミューマギの休園日の時に温泉には行ったんだけど、バイクで行ってみたいところね、北海道。よくね、あのバイク乗りの人とか、あの好きな人はこうなんていうの、船とかで送ってさ、先にバイクをで北海道、こう上のすごい道路が広くてさ、道が広い部分をこう結構一日かけてこう走って、海際の方をね、で泊まって美味しいものを食べて帰るみたいなことを結構やってる方がいらっしゃるんですけど、それ見るとうわー北海道でバイク乗りたいな、広い道でバイク乗りたいなって思いますね。だから北海道涼しいしねね、空気うまそうだもんね。はい、じゃあ次いきます。こちらです。
手島さんこんばんは、ミューマギのダンジョン組曲で手島さんを知り、歌声が素敵な方だなとずっと思っていたのですが、この度バルバット編を通して完全に沼に落ちました。ありがとうございます。手島さんの歌ばっかり聞いてます。最高です。本題の質問なのですが、ミューマギで演じているジュダルの髪がどうなっているのか気になって仕方ありません。次元の部分は一切なく全部ウィッグなのでしょうか。お団子になっている後ろ髪は重たくはないのでしょうか。一度気になると見るたびに意識してしまうので、大阪公演の前に実際のところどうなのかお聞きしたいです。変な質問ですいません。これからも応援していますとのことです。ありがとうございます。髪、地毛の部分は一個もないです。全部ウィッグですね。あれ全部ウィッグで、お団子になっている後ろのところはもともと去年のミューマギのダンジョン組曲の時に、撮ったビジュアル撮影の時にやっぱちょっと重くて、結構ね、でやっぱ重いってこうスタイリストの、ヘアメイクさんが聞いてくださって、あのウィッグのねつける方が聞いてくださって、やっぱりちょっと重たいですねっていうちょっと話をしたら、軽量化ちょっと考えてみますみたいな話で、でそこから去年からその本番前にね、もちろん、変えてくださって、発泡スチロールみたいな感じになってるんですよ。だからめちゃくちゃ軽くはなってます。ただ長くてあんだけの量ついてるから首は持っていかれます。首と肩は凝るし、ウィッグとしては結構大変だねっていうのはよく言われるけど、でもそれでもやっぱり発泡スチロールでこう軽量化してくれてるから、うん、すごいそのまだその楽にやらせていただいてるという点ではすごい感謝ですね。でもやっぱり大変ですね、あれは。首がこうなるから、盾とかアクションとかするときもそうだし、あとシンプルにその首が凝るから、首とかこの辺がねすごい筋肉痛っていうか凝るから、楽屋にいるときに後ろに吊るすやつをつけてもらってて、一番最初は椅子をもう一個後ろに置いてここに乗っけてたんだけど、あんまり変わらなくて、この下に来るここにさ、置いててもさ、こっち側に引っ張られることが変わりないからさ、このだからなんか衣装のこういう金具みたいなところでこう引っ掛けてもらって、この位置で固定してもらう、この位置でこう楽屋にいると頭が普通にこのままだから楽で、だからちょっとでもこう本番中以外はちょっと凝りとかね、体にねそのガタが来るのも怖いから、その公演数がねあるからね、だからそういう風にちょっとなんかやっていただいたりとかして工夫したりはしてます。本当に逆にすごいですよ、あれ。ウィッグ作ってくださったスタッフさんも含めですけど、マジですごい。そう。そうなんですよ。はい。その後写真どこかにあげる予定はないです。さすがにね、ジュダルのイメージがありますから。はい。じゃあ次いきたいと思います。歌っていて幸せな瞬間はどんな時ですか。深いね。やっぱり自分の伝えたいものとか、この曲を通してこれをみんなに与えたいな、与えられたらいいな、これを感じ取ってもらいたいなって思ってるメッセージが受け取ってもらえてるなって思った時、その顔を見たりとかさ、あと上げ曲とかいろんなもの、いろんな種類の曲がもちろんあるからあれなんだけど、その意図だっていろんなものがこう一つになった瞬間、届いた瞬間っていうのはすごく嬉しいですね。うん、まあ、特にもうそのソロになってからはね、結構そのほぼほぼ制作自分で入ってやったりとか、まあ今もずっと曲作ってたりはしたんですけど、今日もね制作ちょっとしてたりとかして、だからそういう思いを込めたものが伝わる瞬間みたいなのはすごく嬉しいです。はい。じゃあ次いきたいと思います。
はい。お弁当作りの時の定番のおかずがあれば教えてくださいとのことなんですけども、お弁当は僕は原料機しか作りません。はい、あのだから逆におかずって言っても胸肉と玄米とキノコと野菜だけだから、そのお弁当を作る時にね、おかずキムチは好きで食べますね。発酵食品ですし、めちゃめちゃ体にもいいんですけど、キムチ以外だったらなんだろうな、キムチ以外だとなんだろうな、でもふりかけはやっぱり幸せですね。はい、なんだっけ、カツオ系のふりかけ、原点に戻ってあれが一番うまいと思う。本当にマジでそれは思う。そうかな、原料機じゃなかったらもう唐揚げ一択です。はい、じゃあ次いきます。ミューマギ2では前回よりパワーアップしたジュダルを演じてましたが、ミューマギ2の役作りで一番大変だったことは、でもやっぱ体作りは大変っすよ。やっぱ絞ったりとか、ずっと同じ食事でキープしたりとか落としたりとかで、まあ食事制限もそうだし、で運動量を増やさないと落ちないから筋トレして毎朝有酸素運動をしてっていう、そのルーティーンみたいなのがやっぱり大変だったかな。今でこそもう当たり前になっちゃったからさ、慣れたんだけど、だから勝手に目覚めるのよ7時ぐらいに。だけど、そこが大変かなとは思うけど、でもそこから入ることによって去年も感じたんだけど、一気にスイッチが入るから、あ、この時期が来たなみたいな感じだったから、なんかすごくいい意味で切り替えができるというか。だからそれ以外にでも大変だったことっていうのはやっぱり芝居かな。なんか去年が初お芝居だったから、こう2回目のお芝居っていうことで、こう分からないこともたくさんあったし、いろんなね大変なこともあったけど、まあ自分らしくそのジュダルっていう役にこう向き合ってねやらせていただきました。はいはい、じゃあ次行きたいと思います。ミューマギ中に、何か決まった曲を聴いてテンション上げたりとかってありましたか？個人的なジュダルちゃんっぽいテーマ曲とか。これはね、ビッグバンさんのバンバンバンって曲があって、まあめちゃくちゃ結構前の曲かな、けどすごく上がる曲で、ジュダルっていう役を演じるときにちょっとやんちゃな気分となんか高揚感を持たせてくれる曲だなと思って、劇場入りする前に毎朝聴いてましたね。バンバンバンです。はい、じゃあ次行きたいと思います。眠れないときはどうしてますか？眠れないときはありません。寝れます、基本寝れます。たださっきも言いましたけど、最近は逆に寝たいのに朝早く起きちゃうという逆の悩み。寝れないときはないかな。ただあれおすすめですよ、なんかアシュワガンダとか、こうCBD オイルみたいな、その寝つきが良くなったりするようなもの、おすすめです。はい、次はこちらでございます。いや睡眠大事だからね、マジでね。みんなもね、ストレス社会でいろいろ悩んでますから、睡眠大事ですからね。本当によく寝れないと本当疲れ取れないから。吉原くんがミューマギに参加することを初めて知った時の気持ちは、いやこれもうシンプルに嬉しかった。なんか、あ、一緒にミュージカル、しかもヨッシーミュージカル出たいっていうのを知ってたからさ、なんかすごく嬉しかったね。だしなんかね、シェイクにその前から出てもらってたんだけどさ、その時ぐらいにはなんとなく話聞いてて、え、マジみたいな。だからすごく
嬉しかった。なんか俺の一個下なんだけどさ、なんかまあほぼほぼもうためみたいなっていうか、友達別に後輩だとも思ってないし、全然普通にフランクにね、俺も別に年下に対してそういうのやってほしいと思うタイプじゃないからさ、あれなんだけどさ、すごくなんか長年ね、あのグループを通じてだけど、なんか仲良くしてくれてる仲間だからこそ嬉しかったですね。一緒にこう見まぎということでできることでね。はい、じゃあ次行きたいと思います。広島でのシェイク遊びに行きます。広島行ったらこれ食べよってものがあれば教えてほしいです。瀬戸内フェスプレイベントにも行かせていただいたのですが、すごく楽しかったです。あ、嬉しい、ありがとうございます。シェイク広島、でも俺毎回言ってるけど揚げもみし食べてほしい。絶対女子好き。まあ食べてる、俺がしつこく言ってるからもう知ってる人は食べてると思うんですけど、まあお好み焼きとか牡蠣とか、まあいろいろ穴子飯とかいろいろあるんですよ。で、あ、でも B 級グルメだったらウニほうれんとかはおすすめかも。広島でしか食べれないウニほうれん、俺もね知らんかった尾道にはなくて、広島の市内の人たちは結構食べるんだけど、そうだから知らんかったんやけど、あのウニほうれんもおすすめ。ただ居酒屋とかだからあれなんだけど、揚げもみじはマジでねおすすめですね。スイーツ感覚で食べれる、ってかスイーツか、もみじ、あ、もみじまんじゅうがスイーツやもんね。あれを揚げてこう串にこうプスって刺してるんですけど、あれめっちゃうまい。あのあんこも美味しいけど、チーズめっちゃ好きです僕揚げもみじのチーズ味あるんですけど、あれをこう揚げて食べる、めっちゃうまい。あれ食べてほしいマジで。カスタードもうまそうね、確かに。じゃあ次いきます八宝菜とかに入ってるヤングコーン好きですか？あんまり好きじゃないです。どんな質問、そしてめちゃめちゃピンポイントや。八宝菜とかに入ってるヤングコーン好きですか？いや、あんま好きじゃないですもおかしいけど、別に好んで食わないな、ヤングコーン。俺ヤングコーンってなんでヤングコーンっていうの、あれ、え、なんかコーンの若い時とかな、あれ進化したらトウモロコシとかになるのかな。なわけないよね、だってこんなんやもんね。ヤングコーンってなんでヤングコーンっていうの、気になってきた、調査を求む。ヤングコーンってなんでヤングコーンっていうんだろう。でもヤングコーン好んで食べたことないな俺え、やっぱトウモロコシの若い時ガチだからあれだよね、コクーンみたいなテンションでしょ、形も似てるし。ヤングコーン、コクーン、あそこから蝶になるんだよ。あ、違うわ、蝶じゃない、あれだ、蜂だ、蜂、なんだっけあのポケモン、蜂、あ、待って、どう忘れした、バタフライじゃない、バタフリーは違う、あ、ストライク、なんだっけあれ、忘れた、なんでしたっけあれ、スピア、トウモロコシなんだ。ちょっとよくわかんないっすでもまあ子供らしいっす、メス。いやー、そうなんや、なるほどね、はいはいはい。ヤングコーンはまあ別に好んでは食べない、でもめちゃめちゃ体にいいから入ってたら食べます、もちろん。あの、僕残さないんですよ基本ご飯、マジですごいと思う、褒めてほしい。どんだけいっぱい出されても、どんだけあれでも僕ご飯一つ分残さないです。ばあちゃんから言われました、ずーっと。ばあちゃんと、母さんに言われて、お茶碗のご飯一つも残しません、ガチで。これは本当に本当。はい、次いきます。7月のシェイクではマスク着用、声出し OK ですか？これはちょっとわからないけど、スタッフツイッターをご覧いただけたらなと思います。今後多分出ると思いますし、まあ多分大丈夫だと思いますけども、あとライブ時のリハーサルに費やす時間ってどのくらいですか？これはライブの規模によるね。シェイクとか対バンとか30分40分のあれだったら、まあ25分とか30分とか、まあもうちょっと長くなる時もあるし、ただ基本的に決まってるからさ、そのタイムスケジュールっていうのがアーティストさんごとにね、その時間内でやるから、まあ一概には言えないんだけど、
ワンマンライブとかだと結構入念にするですね。僕結構音回りこだわりたい人だから、うちの音とか外の音もそうですし、だから結構細かくで、この曲だとここの確認がしたい、ここのレンジの確認がしたいで、この曲だとここの母音でこういう声がこういうニュアンスで入る音の返しが欲しいとか、だからハイとかミッドローとか EQ とかいろんなバランスをこだわりたい人だから、そのワンマンとかあれとかってなった時には結構時間費やしてこだわるかな。リリースイベントとかはもうね、その日の PA さんとかいろんな環境の問題とかもあるからさ、あれなんだけどさ、ワンマンライブってなったらめちゃくちゃこだわると思います。はい、うん、はい、じゃあ次いきたいと思います。舞台のため、腹筋のため食事を節制してると思うんだけど、そんな中アキト君おすすめの食べ物ある？これは減量中にってこと？それとも減量中にってことだよね、多分。節制してる中でおすすめの食べ物か。オートミール。いろんなレシピ、アレンジレシピがこうあるし、すごく楽しんで食べれる、飽きずに。腹持ちもいいし。あとは、まあ、減量中だと和菓子とかをたまにいただくかな。うん。それはすごい楽しみの一つ。僕、黒糖まんじゅう超好きなんですよ。それこそなんかこう食事制限とか節制してる時に、僕もともとあんことか餅とかあんま好きじゃなかったんですけど、大福とかまんじゅうとか好きになったっすね。そう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 、それがあるから和菓子系かな。そう、はい、黒糖まんじゅう超うまいよマジで。食べてみ、めちゃくちゃうまい黒糖まんじゅう本当にうまい。かりんとうまんじゅうはちょっと脂質高いんですよね。かりんとう揚げてるから。黒糖まんじゅう超うまいから、マジで。はい、じゃあ次いきまーす。自分に自信が持てなくて劣等感に押しつぶされそうになります。手島さんはそういうことありますか？そういう時どうしてますか？自信が持てなくなることはあるけど、劣等感に潰されるってことはあんまりなくて、なんかもうその人はその人でしかないから、このね書いてくれてる人も君は君でしかないから、なんかあんまりこう比べなくていいと思うんだけど、それでも比べてしまうじゃん人間ってさ、そらこういう社会で生きてたら。だけど同じフィールド、例えば俺で言うと歌が上手い人なんていくらでもいるのよ世の中に。プロじゃなくてもプロアマ問わず歌が上手い人はいくらでもいるし、歌が上手な人、俺より上手な人でいくらでもいる。でも上手いの基準もその難しい世の中なんだけど、でも俺にしかできないことあるから、俺にしか歌えないものもあるし、俺にしかできないものもあるし、俺にしか持ってないものもあるだろうし、だからみんなそれぞれそれは絶対にあるから、なんかそういう意味で言うと自分の他の長所みたいなものを見つけてあげるといいかもね。なんかそこだけを見るんじゃなくて、人生そこだけじゃないからさ。まあ俺で言うと歌、じゃあ例えばこの人が看護師だったりとか保育士だったりとかいろんな仕事してるかもしれないけど、そこだけじゃないから人生なんて。でそれ以外の物事が何て言うんだろうな、その仕事に結びついてくることだってあるわけで、例えばすごく音楽が好きです、でちょっとピアノ弾きます、じゃあそれが幼稚園の先生でめちゃめちゃピアノ弾ける人なんてあんまいないかもしれない、じゃあそこがその縁の中で長所だよねとか、なんかわかんないけど、いろんなこう人間性の部分だったりとかもつながってくる部分って結構あると思うから、それ以外の長所をこう見つけてあげるみたいなものがいいんじゃないかなと思います。大丈夫、自信持て、いける。はい、じゃあ次いきたいと思います。こちら広島以外の方言で喋ることができたらいいなと思うのはどこの方言ですか？関西弁は1年間住んでたからなんとなくわかるけど、関西弁が好きです何の話？でも関西弁好きですね、僕。関西弁が一番好きです。広島はもちろん住んでたからさ、広島弁なんだけど、関西弁好きですね。同じことしか言ってなくない？俺関西弁かな、今その習得できるとしたらみたいなんで言うと、
で関西でもさいろいろ分かれてるんだけど、京都寄りの関西弁が好きかも。でも京都みたいにシーヒンとかじゃなくてもいいかな。あの下じゃない方、なんていうの、大阪でちょっとだけ上品な感じというか。まあでも関西弁好きです。はい。名古屋弁はもうよし。遭難っていう、遭難って、なまってるのやっぱ気づかないよね普通ね。うん、よし、それなまってるよって言っても気づかないこと多いけど、俺もあの広島出るまで気づかなくてさ、大阪、東京出てくる前に俺音楽を大阪でボイトレ始めて、まあ1年間だけ大学に通ってた。入学式でこいつ何喋ってるかわからんって言われて、もうでもそんぐらい俺めっちゃなまってたらしくて、でも広島以外の世界に飛び出すのが俺は初めてだからさ、それが普通だと思って喋ってるわけよ。そしたらもうジャケジャケっていうのと、なんか何喋っとるかわからんみたいな。そう、広島はね特にね。そうそうそう、でも俺は地元大好きですから、うん、広島弁には誇りを持ってますし、地元大好きだからね。それこそね、シェイクで広島公園行くのもそうだし、観光大使もやらせてもらってますから、尾道ね。まあまだなかなか還元できてませんけど、大きくなって地元に貢献したいなと思います。はい、じゃあ次行きます。今現在のベストオブ飲料を教えてください。セブンイレブンのゼロカロリーシリーズはめちゃくちゃお世話になってます。その今の期間ね、めちゃくちゃお世話になってるし、むしろ俺あれでこと足りるぐらい美味しいんだよね。普通にゼロカロリーだけどめちゃめちゃあの美味しい。喧嘩売ってる風に聞こえる言われた岡山弁。あー確かに、でも岡山とか広島はちょっとね口悪いって言われますよね。うん、そう、ゼロカロリーシリーズかゼロコーラとかは、やっぱり最近はお世話になってますね。助けられてますマジで。あのお風呂上がりとかはプハーってなりながら飲んで、ちょっとした贅沢な気分。あとね、アイス食べたくなった時にちょっとした裏技があって、あのオイコスあるじゃないですか、ヨーグルト、あれを凍らしとくんですよ。そしたらもうアイスです、あれ。はい、ヨーグルトアイスの完成。だからあれで、あのアイス食べたくなった時は、まあ、そこの分のちょっとカロリーを空けといて、アイスをお風呂上がりに食べるとかっていうなんかことをやってました。はい、そう。じゃああと2問いきます。僕言うこと聞くタイプじゃないですから。あと1って出されたけど2いくか。はい、じゃあいきます。こんにちは、無料配信ありがとうございます。早速ですが質問です。手島さんが今一番熱いと思っているものは何ですか？夏、夏や。いやもう暑くない？今やばいってマジで。なんで30度超えるん6月に、ほんまにマジきつい。いや本当に劇場入りする時とか本当にさ、俺もうタンクトップで行ってやろうかと思ってたもん、マジで暑すぎて。マジで夏やって、暑い暑い。しかももう東京の路上っていうか、路面なんていうんですか、アスファルト、コンクリート、もうきついきつい、暑い、本当に暑い。夏ですよ完全に。え、なんだっけ質問、ごめん、おちゃんと答えるわ。なんだっけ。今、一番熱いものか。な、んー、そうね。今一番熱いもの、今一番熱いもの、なんだろう。今一番熱いもの、でももうマジで今マギミューマギ一直線って感じだったからな、その私生活とかも含め。でもバイク乗ってこの間温泉行ったって話したけど、やっぱりすげえいい息抜きになったから、うん、やっぱサウナとか好きだからさ、サウナかな、サウナ。今日も朝サウナ行ってきました。昨日夜ちょっとあの味の濃いものを食べちゃったんで、今日配信あるし、で8時とか寝たかったんだけどさ、
7時半とか8時とかそんぐらいに目覚めちゃったから、サウナ行こうと思ってサウナ行ってきて、そうだからサウナかな、うん、ちょっと物理的に暑いねサウナもそうね、はい、じゃああと1問ですか、もうちょっと喋らしてよ、せっかくね、はい、じゃあ次、ミューマギ2で一番好きなシーンはどこですか。これあんまり言えない、言えないな、どうしようかな、一番好きなシーン、わあ、あんまり言えない、でもいや、鹿島アリババの最後はもう本当にもう絶対的に一番ですね、一番です。でそのちょっとイレギュラーな部分で言うと、シンドバッドおじさんのまあ言えないんだよな、難しい難しい、どうしよう、ね、なんて言えばいいんだろう、ちょっとふざけた歌ちょっとふざけた歌がめちゃくちゃ面白い、本当にめちゃめちゃ面白いで、本当にうまい、うまくて面白いから本当にもう最高です、ゆうすけくん、だからそうね、うん、そこかな、でもあんま言えないな、ちょっと大阪公演楽しみにしててください、お願いします、ちょっと言えなかったからもう一個します、ちょっとさすがにちょっとあんまり喋れなかった、じゃあお願いします。最近心動かされたなって出来事はありますか。これね、この間話したんだけど、話したというかバディーズカフェに入ってくれてる方とか、ディスコードをねやってるんですけど、チャットでとかファンクラブのブログには書いたんですけど、結構ジダルでね、叫ぶからさ、叫んだりとか喉をこういつもと違う出し方でなんかこう割ったりとかさ、こう叫んだりとかさ、あえてそういう歌い方だったり、なんかこうキャラクターによってでさ、そうやって意識してるところではあるんだけど、やっぱりこう疲れてはくるし、喉がたまにこう調子悪くなったりもちろんするからさ、いつもこう意識的に自分で戻したりはしてたんですよ。で発声練習だったりエクササイズして戻したりはしてたんですけど、それでもやっぱ疲れるのは疲れるからさ、休演日にこう一応こう千秋楽までね駆け抜けられるように本当に休みを作ろうと思って沈黙してた時に、本当にガチでやりきってやろうと思って筆談にしたんですよ。で筆談にしてメモでこう書いて、こう例えばスーパー行って、これくださいとか、コンビニ行ってこれくださいって、でそれこそ温泉行った時もちょっと声がこうでとかって言ってやったら、全員本当にあ大丈夫ですよって、本当に無理なさらず全然大丈夫ですよって、あ分かりましたってすごく優しく丁寧に接してくれて、本当に素敵な世界だなって思いましたね。だからそれがすごく心をこう動かされたというか、なんか俺も誰かにこうもらった、その方たちにもらった優しさっていうか、そういう素敵なものをねこう返していきたいな、この世の中にというか、次に誰かがそういうことだったりとか、まあ、困ってることがあったら手を差し伸べられるね、そういう存在でありたいなっていうふうには思いましたね。だからそう、あとタケちゃん、そうだから、メンバーね、元メンバーのソリディモの元メンバーのタケちゃんっていうメンバーがいて、タケちゃんのライブにも行ってたんですけど、タケちゃんの時も喋ってないんですよ。だから楽屋行っても全部メモで会話して、だからやりきりました。でも本当にそれって周りの方が優しいからできることで、すごく心が温まりましたね。うん、まあそのおかげでね、無事千秋楽まで行けたということで、まあコンビニとスーパーの方にも感謝しつつね、うん、まあ本当に心が動かされたというか、温まった瞬間でした。まあ返していけるように頑張ります。はい。ということで、質問コーナー以上となります。まあたくさんね、質問をまだまだ、いただいててあるんですけども。後ほど読ませていただきます。まあ読ませていただくんですけど、独り言で答えておきますね。じゃあ読んでこうやって答えておきます。夏っつって、うん、答えておきますんでまあでも皆さんにねこうやって質問を募集してたくさん送ってくださってね、僕のこともちょっと知っていただけたかなと思いますし、まあバディーズカラーズのみんなはよりこう知っていただけたかなと
思います。ということで皆さん本日ありがとうございました。今日の配信はここまでとなります。最後にお知らせの方をちょっとさせていただきたいなと思います。毎週水曜日深夜に放送中の OHK、岡山放送、岡山と香川で放送中の僕がプロデューサーですか、略して僕 P という番組なんですけども、今週21日に放送でございます。エンタメ界岸洋介くんがね、岸くんが来てくれた回がね、放送ということなので、ぜひ皆さん岡山香川の方はご覧いただけたらなと思います。このエンタメ界がね、ちょっとあの著作権だったり音楽の都合上でね、 YouTube にはアップはできないんですけども、エンタメの、ゲスト回じゃない時は、僕がロケに行ってる回とかそういう回は YouTube に載ってます。僕 P の公式 Twitter かな、リンクファイアとかがありまして、そこからあのまとまったあの放送回がありますので、まあ、僕も楽しくロケさせていただいてますし、岡山香川の良さもね知っていただけると思いますので、もし時間あったらね、暇つぶしにでも見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。6月の30日金曜日に、17時からと18時から、2枠今回はございますということで、まあ、あの素敵なゲストさん、ゆかりのある仲良しのゲストさんがね、来てくださいますので、6月30日皆さん開けといてください。イオンモール岡山で、公開収録ということで、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。そして、先ほどお知らせさせていただきましたが、7月にシェイクボリューム3を開催させていただきます。こちら7月5日、渋谷プレジャープレジャー、クリムゾンクラッドクラン、そしてミッドナイトドライブ、7月8日広島バンキッシュがクリムゾンクラッドクラン、そして、先ほど来てくれたボイメンのヨッシーが、ゲストとして来てくれます。こちらも、久しぶりに、僕としてはライブをさせていただくということで、7月5日と8日、まあ、ワールドトリガー、ワーステに入る前ですね。ワーステに入る前、まあ、稽古期間は稽古期間になるんですかね。7月1日から稽古ってしましたっけ、まあ、稽古期間っちゃ稽古期間なんですけども、7月5日から、5日と8日、歌をね、歌いたいと思います。久しぶりのライブなので、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして、俺旅イベントもございます。こちらは今ね、ずっと一緒の、オルビットの宮島優吾と一緒にね、台湾の方にロケに行ってきた、ものの完成披露イベントというのがあります。まあ後ほどというか、ずっと、あれですよね、後ほど TVK さんとかでは放送される、テレビでは放送されるんですね。テレビ放送もありますけども、その前にこう楽しいイベントしようぜってことで完成披露イベントございます。未公開収録映像だったりとか、お土産抽選会だったりとか、いろんな物事がいろんなね催し物がありますので、ぜひ皆さん、遊びに来てほしいなと思います。ゆうごと一緒にね、楽しいイベントできるように頑張りたいと思います。こちらは7月1日、日照ホール、これは東京ですよね、東京で、7月9日が、大阪府立中央図書館ホール、ライティーホールということで、大阪と東京でやらせていただきますので、こちらもぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。そしてミュージカルマギバルバト協奏曲大阪公演ワールドトリガーザステージ B 級ランク戦開始編の、チケットも販売中でございます。いや、マギももう本当にあと大阪公演2公演2日、2 days で4公演ということで、もうそろそろ僕もワーステの台本を読み始めようかなと、というか覚え始めないとなと、思って、今日ちょうど台本を、まあもちろんもう受け取ってはいたんですけど、コピーしてもらって、でここから、今日からもう覚えていかないとなと、思っているところでございます。ワールドトリガーの方もね、ぜひ皆さん、僕も全力で頑張りますので、マギと含めて、よろしくお願いいたします。そして、7月19日20時から YouTube 無料生配信ライブをさせていただきます。この間、発表させていただきましたけども、久しぶりのアコースティックカバーライブでございます。久しぶりですよ、アコースティックカバーライブ。いつぶりですか？俺も覚えてません。いつぶりですか？
覚えてません。ロングタイムノーシーということですね。ロングタイム、ロングタイムノーシーということで、アコースカバーライブでございます。カバーを歌うのが結構久しぶりです。カバーを歌うのマジで、本当にカバー動画上げてたぶりぐらいとか、クリスマスです。クリスマス以来か。だから結構久しぶりなんですけど、めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみ。今ね、何歌おうかめちゃめちゃ悩んでる。でも、僕が好きな曲だったりいろんなものをお届けしたいなと思います。ただまあオリジナル曲ももちろん、ちょっとだけお届けしようかなとも思ってますし、アコースティックミニライブということで、楽しみにしておいていただけたらなと思います。まあ、お友達とかにも広めちゃっていただいて、7月19日20時もう無料ライブなんでね、見ていただけたら嬉しいなと思います。そして、ファンクラブに入ってくれてる方の中から抽選で50名様、会場に無料でご招待ということで、こちらもぜひ抽選応募ご応募お待ちしております。よろしくお願いします。はい、ということで最後ちょっとだけコメントを読んで終わりたいと思います。楽しみです、ありがとう。ぶどう、あ違った、音符か。あきとくんの歌声によるありがとうございます、嬉しい。リンクを送りまくっちゃう、ありがとう、ナイスグッチャ。はい、シャーレ、ありがとう、ありがとう。7月19、20時メモありがとう。配信見させていただきます、ありがとうございます。楽しみでした、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいね。あ、21日の21時からインスタライブするわ、そういえば222222だと多いね。21日ですよね、21時ですよね。うん、あ、違います、21日の21時、21日の21時です。そう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 。はい。ということで、まあ、インスタライブもやりますけど、まあ、ファンクラブ、今日はね、ヨッシーも来てくれましたし、質問コーナーということであれだったんですけど、9月にファンクラブイベントとかも久しぶりにやりたいなと。で、舞台終わってからね、バディーズのみんなと会える場所を作りたいなと思って、東京と大阪でファンクラブイベントを、するんですけど、まあ、その気持ちだったりとか、その話だったりとか、あとまあ YouTube 7月19日にね、20時からやる話だったりとか、まあ身を紛の話だったりとか、まあちょっとフリーにインスタライブの方はゆるーくお届けできたらなと思います。まあその日ちょっとお仕事があるんで、もし前後するようだったら言いますけども、多分大丈夫だと思うんで、21日21時。はいはい、ということで皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。マジでいつも応援ありがとうございます。そして、最近してくださった皆さんもありがとうございます。なんだろう、いろんなコメントだったりとか、リプライだったりとかメッセージだったりとか、いろんな皆さんの言葉で本当に自信をもらって、まあ、ジュダルという役を、今、まあ、東京楽ですけども一応こう走り抜けることができましたし、まあいろんなね、悔しいこと、辛いこととかっていろんなことはもちろんありましたし、メンタル、体力もね、しんどいこととかもありましたけど、本当にみんなの一言だったり、いろんなものが力となって、しっかりと僕も今やりきれております。まあもう悟空ですよ、悟空。元気玉をもらってるみたいな感覚です。なんでね、まあここから僕もいろいろとこう、ね、いろんなイベントだったりとか、あとワーステだったりとか、舞台もそうですし、イベントもそうですし、ライブもそうですし、いろいろありますけども、楽しみながら一つ一つ丁寧にね、皆さんに喜んでもらえるように、楽しんでもらえるように、で何よりこう音楽でね、皆さんの背中を押せるようにね、全力で頑張っていきたいと思いますので、今後とももしよければ、最近してくれた方も応援していただけると嬉しいですし、バディーズのみんなは今後とも俺についてきてほしいなと思います。ということで、次のバディーズカフェの名前は、今は締めにかかってたぞ俺。次のバディーズカフェの生配信は7月11日火曜日でございます。お、火曜日じゃん、久しぶりに火曜日じゃん久しぶりに火曜日じゃん。7月11日火曜日でございます。7月11日の火曜日はここから配信ですかね。はい、また11日バディーズカフェでお会いしましょう。ということで、以上、手島キトでした。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。